ちこっち、どうもお疲れ様です。どうも日本に帰ってきましたね。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。まあ今回のエベレストはね、まあ行いが良かったはずなんだよね。まああれだけの雪崩にねやられても僕ら助かったでしょ。行いが良かったはずなんだけどね、最後の最後でいくら僕の行いの良さでもお前の分まではフォローできなかった。だからまあ最後ね、レギュレーターが壊れるというチュンボがありましたけど、まあ残念ながら登頂はならなかったですけど、ただまあトータルでね、トータルで見ていろんなことがありながらまたこうしてね日本に帰ってこれたわけだから、まあ結果オーライということでよしとしましょう。はい。でまあ1ヶ月半ぐらいね、まあたっぷりヒマラヤを満喫したんで、あとはそうだな、次はね頭切り替えてね日本ね、6月にはまた沖縄で行こうしてもらわなきゃいけないしね、行こうしても行きますし、あとは尖閣もぐらね、7月には尖閣もぐらのシンポジウムと、まあ遠くの方も含めてねやらなきゃならないことがたくさんあるんで、ね、もう1ヶ月半十分ヒマラヤ満喫したんで、満喫まあ満喫だよね、まあしたんでね、これからパッと頭を切り替えていろんなことを日本でやりたいと思ってます。まあエベレストはまあ次いつか分かりませんけどね、まあいいんじゃないですか。まあやることはやったということで無事に日本に帰ってまいりました。それではね、どうもどうもお疲れ様でした。